本日2024年、5月15日、14時50分、まあ、加古様などへのメッセージということで、まあ、先ほど法律関係のことを弁護士さんに聞きに行きまして、まあ、あの第何条とかの、あのその後の細かい文字、まあ、このあたりのところが、まあ、各六法全書等によって記載されている内容は違うと、まあ、あの作られた方たちの主観で、ある程度選んで、記載していると、まあ、そういうふうな、ことでした。で、まあ、そこで、まあ、法律面を聞きに行って、まあ、ちょっと冷静になったという部分で、まあ、昨日、まあ、加古様、先ほど、まあ、ああいうふうなことを申し上げていて、まあ、209号室に来てなかったとするのであれば、まあ、もう、まあまあ、すいませんということに、まあ、結局これもね、雨降らしの道具か何かに僕されてるんじゃないかなと、本当に、まあまあ、まあ、結局、そういうふうなことに、まあ、なってくると思うんですよね。で、まあまあ、209号室に入ってないのであれば、まあ、裁判妨害ではないということにしておきたいところではあるんですけども、やっぱり本当は、普通に家に来てほしいですね、本当に。もう本当に大変でもうね、以上です。話長くなるのでこれくらいにしておきます。以上です。あ、この後もコンビニ行ってプリントアウトしたりだとか、まあ、ちょっといろいろその前に食事だとか、ちょっとまあいろいろ、いやまあ20秒出るかもしれません、食事とプリント、まあちょっといろいろ動き回ります。以上です。今日もまだ遊んでないですよ。